どうも、調査です。職歴も、資格も何もないニートの給料について語ります。ただいまね、不要な給与明細書がある方は、ツイッターにお送りくださいませ。チャンネルフォーム概要欄か説明欄に連絡先載せてます。再生数を取れた方はね、詳しくはツイッターをご覧くださいませ。では、いきます。基準内賃金が25万7千円。時間外勤務が7万8千円。指定代給が5040円。深夜残業が2万8000円、交代勤務手当は5万円、総支給が41万8258円ですね。雇用保険が1254円、健康保険が1万800円、厚生年金が3万1000円、所得税が1万4000円、住民手当が2万2000円、社宅料が7000円、介護手当が3000円、食事代が9700円、排除金額合計が8万3000円ですね。はい、で、差し引き支給額が33万4975円ですね。はい、終わります。